ましておめでとうございます。2018年もどうぞよろしくお願いします。すごくもう1月も10日が過ぎてしまって新年の投稿が遅くなってしまったのですが、ちょっと3月ぐらいまでは忙しくて動画の更新頻度が下がってしまうかもしれませんが、これからもいろいろと動画を撮って投稿していきたいと思います。そしてこの可愛い文明堂のお年賀をいただいたので中身を見ていきたいと思います。3時のおやつは文明堂、このおなじみの熊のこのハンカチみたいな
普段の普通に売ってるどら焼きって和風ですよね。あれどこが洋風なんだろう。普通にどら焼き、あ、このパンかな。もしかしたらこのパン生地がホットケーキみたいな洋風なのかな。もしかして、あんまりどら焼きを食べたことがないというか普段食べないのであまり違いがわからないのですが、多分この生地がホットケーキみたいにこう甘い感じっていうところかな。パンがふわっとしてます。よろしく。